皆さんこんにちは、ことめんこと大川石明です。さあ今日はおことの演奏だけではなくて素敵なゲストにお越しいただきました。ありがとうございます。しわ歌クリエイターの元道さんです。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。僕がインスタでトトトトンって見てたら、はいはい、偶然リールに動画などが出てきてですね、今日お声掛けしたらなんと95年生まれ。そうなんですよ。そう、一緒ってことで同じなんですよね。同じ。めっちゃ嬉しい。同じ、私とあなたが同じっていう意味で同じだそうです。同い年ということで、TikTok をね、さっきコラボで撮影したんですけども、はい、YouTube では少し長めにね、やっていきたいと思いますので、最後までご覧ください。お願いします。それでは、千本桜琴と手話でまずはお楽しみください。ということでやってみました。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、めっちゃいいっすね。やっぱいいよね。いいよね。最初の冒頭部分とか皆さんもこう、あ、桜なのかなとか思ったかと思うので、あの一部解説してもらいながらね、教えてもらいたいと思います。はい、そうですね。手話にはなんか直訳がなかったりもするんで、今回の場合は手話で桜が舞う、そう、これあの桜の花びらの形を1、2ってやって作る。あ、そうこれをちょっと上で桜が、あとは舞うイメージ。舞うね。春に桜がひらひらひらって、うん、桜舞う。で次が夜っていう手話になってますね、うん、手のひらを相手に向けてクロス。夜ね。あ、そう、夜、うん、で千本桜夜に紛れ、次君は相手さす、君の声、喉から OK マークを、うん、あ、そう、その向きで出す、そう、君の声も、うん、でこれが伝える、次、あ、そう、それを前に向かってヒュッて出す、うん、これ伝えるとか報告っていう意味なんですけど、まあ届けるとか届く伝えることができない、これはなくなるとか消えるっていう手話で、要するに伝えようとしたその声が消える。君の声、そう、君の声も届かないよ。あ、そうそうそう、難しいね。イメージはこの自分のこの出した声が消されるっていうイメージ。ああ、そうなの。消されるね。そう。でもっといきます。じゃあ次の、うん、もう一個千本桜より紛れ、うん、君が歌い僕は踊るが欲しい。ああ、なるほど。ここも最初の千本桜夜に紛れまで一緒で、君が今度歌う。そう、1、2。うん。あ、そうそう、これが歌う、うん、で今度僕は踊るってなってるのは、ここのまあイメージ、地面の上に人が立ってて、うん、こう動かすこと、これ踊るとか、うん、でここをつなげると、うん、君が歌い僕は踊る弾く、こうやって弾くっていうよりかはこのダンスしてる、こうやってる、あ、そうです。ここのフレーズ2つね、皆さんもぜひ一緒にね、うん、やってみてください。わ、いい。もう一回だけやっときますか。もう一回。
きますね。千本桜夜に紛れ君の声も届かないよ、聞けるよです。で、もう一個目がもう一個目が、もう一回千本桜夜に紛れ君が歌い僕は踊るです。完璧、早い覚えるな。ぜひ、TikTok の方でもコラボ上げてますので、元道くんのチャンネルだったり、動画もご覧ください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔しました。